お疲れ様でございます。暗号通貨新時代2025年にかける夢ということでね、今のうちから来年を最高のスタート切れるためにね、仮想通貨のことをもうちょっと掘り下げてみようかなというところで、今回のテーマはこうエアドロップってものにね主眼を置いております。エアドロップ投資っていうと、もうここまでご覧いただいた方はもうお分かりだと思いますけども、まあ無料で配布されるトークンですね。つまり仮想通貨の卵みたいなものですけども、このトークンをタダでもらって、あとはこれが値上がりすればいいよねみたいなね、まあそんなイメージですね。で、実際にエアドロップを受けようと思ったらそれなりの条件がありますんで、その時に基本的にお金を出してくださいっていうことにはならないんですよね。これがだから以前の ICO 投資とだいぶ違うところなんですが、リスクが全くないわけじゃないよ。だから参加についてはね、まずは基礎用語とリスク、このぐらいはやっときましょうということで、だからまだエアドロップ動かないでいいですよ。エアドロップに検討を傾ける前に基礎用語が分からなければ、エアドロップの説明を受けたところでね、何のこっちゃ分からんみたいな感じになりますんで、この第4話ではマイニングについて改めて勉強してみようかと思います。で、いつものようにこのね、私の書いたレジュメですけども、これが必要な方はメールをください。返信でこちらのファイルの方をお送りしますんで、大したファイルじゃありません。もう皆さんもね、検索すれば出てくるレベルのものです。ただ中にはね、こうやって YouTube で音声で聞きたいって方もいらっしゃると思いますので、おせっかいながら私がこういう講座を勝手にやっております。で、1回目はエアドロップ投資って何ってことをお話ししました。2回目はエアドロップ投資についてのリスクについてお話ししました。3回目はノードってことについてね、改めてこの専門用語を掘り下げてみました。4回目はノードっていう言葉とちょっと似てるんですけども、マイニングについてねお話していこうと思いますので、今回もよろしくお願いします。さあ、マイニングとは何でしょうかね。仮想通貨の世界でのマイニングとは、簡単に言うと仮想通貨の取引記録を検証して新たな仮想通貨を生み出す作業のことなんですよ。これがだからまるでね、金脈で鉱山で金を探すように掘るように、コンピューターを使って仮想通貨を採掘する、掘るっていうイメージなんですよ。だからマイニングって言います。で、マイニングをされる方のことをマイナーって言うんですよ。だから流行り物じゃないことをね、マイナーなって言いますけども、あれとはちょっと違うんですよ。マイナーっていうのはマイニングする人のことを言いますし、まあ人っていうかね、マイニングするためのコンピューターがあるんですよ。それを購入してきて自分の電気代で持って、まあ、管理運営する人をねマイナーって呼んだりします。で、時にね、このマイニングってのは暗号通貨を掘り出すっていうイメージなんですけども、A さんから B さんに暗号通貨を送金するときにもマイニングっていう作業が行われてるんですよ。だからマイナーさんっていうのは世界中にたくさんいらっしゃって、それを専業でする方もいるんですよね。もちろんマイニングを専門でやる方にあなたが希望して立候補してね、取り組んでもいいわけなんですよ。で、それによって経費が結構かかります。リスクもあります。例えばマイニングマシンが壊れちゃったら誰も修理してくれませんから、自分で修理するしかないんですよ。それから自分がマイニング事業をやっていても、もっと高性能なコンピューターでマイニングをやってる人がいたら、その人のマイニングの速度に負けてしまって報酬が入らないってことにもなりかねないんですよ。今回はそういったこともお話していきます。まずはマイニングの仕組みからです。マイニングの仕組み、1つ目、取引の記録です。仮想通貨ってのは取引が行われるたびに、その情報がブロックチェーンって呼ばれる、いわゆる台帳に記録されてるんですよね。だからブロックチェーンの技術を使って仮想通貨の取引はインチキができないよってことなんですよ。裏金基本的にできません。やるのはむちゃくちゃ難しいです。一部の裏金をやろうと思ったら、その前後のブロックのみならず、生まれたばかりのブロックからどこに行ったか分かんないようなブロックまで全部を同時に書き換えないといけないんですよ。そうすることによってインチキができなくなっている、台帳に、まあ、そこが存在しないよっていうのがね、この信用性の担保になってるわけですよね。で、さっきからねブロックチェーンとかブロックって言ってますけども、一体何なんだブロックっていうのは。2つ目、ブロックの作成という、まあ、そんなマイニングの仕組みがあります。まあ、つまりマイニングをするときに A さんから B さんに暗号通貨仮想通貨を送りました。この取引記録をまとめたものをブロックって言うんですよね。
で仮想通貨ってのはこのブロックがチェーンのようにつながってできているってことなんで、その断絶することがないんですよ。裏金っていうのは領収書がなかったら誰から誰に行ったか分からないでしょ。で領収書があっても領収書をちょこちょこっと偽造して上様とか書いたら一体誰なんだと、どの上様なんだって分かんないわけですよ。こうやって煙に巻く自民党みたいな仕事っていうのはマイニングには基本的に不可能なんですよ。だから仮想通貨盗まれましたって言ってもきちんとブロックを見ることによってどこに行ったのかどこに来たのかっていう動きが全て把握できるということになりますね。いわゆる足がつきやすいってことになるんですよ。だから電子化が進んでも、まあ、自民党の皆さんはねこういった仮想通貨とかね電子マネーで送金っていうのはなかなかしないんでしょうね。いつも現生ニコニコ払いっていうね、まあ、まさに黄金色のモナカを使ってる、まあ、そんな形だと思います。まあ、この話はちょっと置いておきましょうか。で3つ目マイニングの仕組みですけども、これはねマイナーと呼ばれる人たちが強力なコンピューターを使って複雑な計算問題を解くんですよ。実際はマイナーさんが自分でこうやってね鉛筆でも解くわけじゃなくて、解いてくれそうな高額のコンピューターを買ってきて、そのコンピューターにプログラミングを加えたりとかっていうことをするんですよね。でこの計算方法で、マイニングをするわけです。要するに新しい仮想通貨を発掘したりとか、 A さんから B さんに誰かが送金した暗号通貨の難しい情報を自分のマイナーさんのコンピューターで競争して演算するわけですよ。で一番最初に一番安い価格でその演算ができた方に報酬が入る、つまりそこでブロックが作成されるという形です。この作成したブロックに対して報酬として仮想通貨が手数料として、送られるということになるんですよね。だから私も自分のウォレットから自分のウォレットになんかビットコインを送金した際にはマイニング作業を誰かに依頼するってことになるんで、その人に報酬を払うってことにはなります。それがだから送金手数料ですよね。ただこの送金手数料がむちゃくちゃ安いんですよ。むちゃくちゃ安いから、まあ、法定通貨よりもこっちを使っていきたいよねってことになります。でものすごくねマイナーな通貨、今回のマイナー通貨ってのはマイニングのことじゃないですよ。すごくなんかあまり知られてないようなマニアックな通貨に関しましては、その計算をする人がほとんどいないから計算手数料が高くなりますよってことになります。ですのでビットコインとかイーサリアムみたいな有名なコインっていうのは手数料がどんどん下がっていく傾向にありますけども、見たことも聞いたこともないようなねそんな仮想通貨っていうのは手数料が莫大かかるってことになるんですよ。しかも手数料が莫大かかるのに取引の相手が見つからないと取引すらできないみたいな、そんなデメリットもありますという小話をさせてもらいました。4つ目マイニングの仕組みについて話戻しますけども、これブロックチェーンへの追加っていう機能があるんですよね。新しく作成されたブロックは既存のブロックチェーンにつながれて取引記録が永続的に保存されます。こういう保存の作業っていうのはマイナーさんのマイニングという作業によって行われますので、マイニングをしてくださるマイナーさんありがとうってことになるんですよね。はい、そして世界中でマイニングという新しい職業が生まれたということになりましたとさという話でございます。でマイナーさんのためのコンピューターもバカ売れすると、そして電気代もかかりますんで電気代のなるべく安い地区、そして暑いところよりも寒いところの方がコンピューターが壊れにくいんで寒い地区ってのがこういったマイナーさんがねこぞって集まるところになりがちだよってことになります。はい、次マイニングの役割についてお話しましょうね。ノードとはちょっと違った感覚で聞いていられるでしょ、うん、でネットワークのセキュリティに対しての役割がありますと。マイニングによって取引記録が改ざんされるのを防いでネットワークのセキュリティを確保するという役割がマイナーさんマイニングにはありますと。さらに新しい仮想通貨の発行の時にもマイニングっていう作業が行われます。新しいブロックが生成されるたびに報酬として新しい仮想通貨が発行されるわけですよね。で仮想通貨って言いますと本当にややこしいんですけども、基本的にはビットコインとかアルトコインみたいな、まあ、仮想通貨があって、それからトークンと言われる仮想通貨なんだけども、まだそういったいわゆる上場した仮想通貨とは別の仮想通貨の卵みたいな存在があるんですよ。それがトークンですよね。まあ、実際にはトークンとクリプトカレンシーの間には境目がないんですけども、便宜上使い分けることが多いということになります。はい、次ネットワークの分散化っていうのがありますね。仮想通貨のいいところっていうのはその仮想通貨の元締めがいないってことなんですよ。まあビットコインなんての元締めがいないですよね。で冷静に考えたらビットコインって通貨偽造なんですよ。発行元がわからないのに
財の移動ができちゃうみたいなね、お金の移動ができちゃうと。だからそこから手数料を各国の政府が取れないってことになっちゃうんで、おちょっと待て待てっていう話になるんですけども、取り締まろうと思っても誰を取り締まっているのかわからないんですよ。それが分散化っていう技術です。例えばビットコインに詳しい人を逮捕しましたって言っても、別の詳しい人がそのまんまビットコインの維持をしてしまえばもうキリがないわけですよね。それからビットコインの仕組みを使ってるだけで、ビットコインを誰かが統括管理してるってことではないので、もっと言ったらビットコインを作ってるわけじゃないので、もう誰を取り締まればいいか分かんないんですよね。こういうふうにして銀行もいらない、国もいらないっていう形でお金のやり取りができるんじゃないかなっていう発想で生まれたのが暗号通貨、仮想通貨ビットコインなんですよね。で今のところビットコイン以外のアルトコインっていうのは、イーサリアムから始まるいろんなコインっていうのは今のところね、運営元みたいなのがあるんですよね、リップル財団みたいなね。でも仮にリップル財団がいなくてもリップルは動くと思いますけども、でも一応そういうふうに一定のサービスを提供している主体的なものってのがあるのがビットコイン以外のアルトコインの特徴かなと思いますね。で話戻しますけども、そういった形でビットコインっていうのはネットワークを分散化してます。中央管理者がいない仮想通貨のネットワークにおいてマイナーっていうのがネットワークの分散化に貢献してるんですよ。だから取り締まろうと思ったらね、マイナーとかマイニングしてる人を取り締まるしかないんですけども、これは現実的に不可能なんですよねはい、でマイニングに必要なものは何がありますかってことなんですけども、高性能のコンピューターが必要です。これ複雑な計算問題を解くために高性能なグラフィックボードを搭載したコンピューターが必要になります。まあほとんどの人にはあまり関係ないんですけども、とにかくむちゃくちゃいいパソコンがいるんだよってことなんですよ。だから私たちが身近にあるノートパソコンじゃダメってことなんですよねまあダメではないんですけども、そこまで差別化を埋めないかなというところです。でマイニングのソフトウェアも必要です。マイニングを行うための専用のソフトウェアがなければ当然ですけどもマイニングができません。だから私のパソコンでね、じゃあマイニングできるかって言ったら、じゃあ今日中にできるかって言ったらできないですね。いろいろとマイニングに必要な情報やテクノロジーを集めて、で足りないスペックがあったら追加してみたいなことが起こるわけなんですよ。でさらにそこまでできても電力が必要なんですよ。マイニングってのはね、大量の電力を消費するんですよ。電気代がすごく大きなコストになりますので、電気代がちょっと上がったって言ったらね、マイニングマイナスリザイアになっちゃうからやめたみたいな人も出てくるんですよね。だから電気代の安いところでマイニングを行う必要があるよねってことで、世界の電力需要にもかなり影響されるんですよね。で今電気代が値上がりしてないところってどこかっていうと、はっきり分かりませんけども、天然資源が豊富な中国とかロシアとか、なんかね電気代安そうだなと思ってるんですけども、ね、どうでしょうかね。はい、ではここからはですね、マイニングの注意点についてお話していこうと思います。もうマイニングの話はもういいよっていう風になりそうですけども、すいません勝手に続けさせてもらいますね。マイニングの注意点なんですけども、まずは高額な初期投資が必要です、ね、だからマイナーって単なるパソコンの自動計算でお金が生まれていいなと思うんじゃなくて、そのパソコンを導入するのに莫大な資金がかかるんですよ。でパソコンも1台じゃダメですよ。数百台のパソコンを同時に稼働させないといけないんですよ。だからマイニングマシーンのね、置いてある場所みたいな写真が昔結構流行ったんですけども、なんか嘘ばっかりだったみたいですけども、まあね、どこの誰かわかんないような場所でですね、巨大な倉庫の中に、それこそ山奥の倉庫みたいなところにパソコンがずらーっと何百台もこうつながってるんですよね。でピコ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 演算してるみたいなところがありましたけども、あれが本当かどうか分かりませんけども、とにかくそのぐらいのお金がかかるイメージなんだろうなっていうことはその時感じましたね。それからマイニングっていう職業が生まれれば、当然ですけども自分もできるかなって考える人も大勢いるんですよ。そうなると競争が激化します。マイニングをするいわゆるマイナーが増えるにつれて競争が激化して、報酬を得るのが難しくなる、そんな運びになってきます。つまり過当競争が起きるんですよ。誰でもできることになっちゃうと当然報酬は安いよってことになっちゃいますよね。で環境への影響っていうのもあります。マイニングには大量の電力が消費されるんで、環境負荷が懸念されていて規制を進めるところもあるかもしれないですね。それから規制といえば、やっぱりね、各国の仮想通貨そのものに対する規制が強化される可能性があります。中国ではすでに仮想通貨は使用禁止です。だから海外でうまいことやって使うしかないんですよね。中国ってのは
ビットコインをはじめとする仮想通貨の影響を避けるために人民元の仮想通貨っていうのをね、大規模で導入してるわけなんですよ。だから人民元の仮想通貨以外の仮想通貨がメジャーになったら困るんですよね。まあでもね、バイナンスとかね、多分ビットバイビットもそうだと思いますけども、大手の仮想通貨の取引所とかね、そういった会社ってのは中国発祥が多いのかなって気がしますけどね、どうなんでしょうね。はい、それではまとめに入りましょう。はい、仮想通貨のマイニングは仮想通貨のネットワークを支える重要な役割を担っていますが、高額な初期投資や環境問題など様々な問題も抱えていますと。マイニングをもしね始めたいなと思った場合は、これらの点を十分に考慮して、儲かるのか継続できるのか、自分にそれぐらいの覚悟と力量はあるのか、それを確かめる必要がありますね。で、ここでですね、マイニングとノードについてちょっと違いをね3つにまとめてますんで、ここまで聞いていただいて今回の講義は終わっていこうと思います。はい、仮想通貨の世界におけるマイニングとノードっていうのはどちらもブロックチェーンネットワークを支える重要な、概念なんですけども、それぞれ異なる役割を持っています。主に違いを3つに絞って説明しますね。まずは役割が違うんですよ。マイニングっていうのは新しいブロックを生成してネットワークに記録することで、トランザクションを検証して報酬として仮想通貨を獲得する作業です。トランザクションって言葉が出ましたね。トランザクションは次回解説します。はい、いわばブロックチェーンの採掘者であり、ネットワークのセキュリティを担保する役割も担っている、それがマイニングです。じゃあノードはってことなんですけども、ブロックチェーンネットワークに参加しているコンピューターのことなんです。で、ネットワーク全体で共有されるデータの完全なコピーを保有しているということになります。このノードはトランザクションの検証に参加し、ネットワークの合意形成プロセスに貢献しているってことですね。ノードとそれからマイニング、違いを聞いてもよくわからないよって方がいらっしゃると思うんですけども、まあここでね、この違いがわからなければ、この世界にはまだ入らない方がいいかなってところですね。はい、2つ目の違う点、必要なリソースの違いですね。マイニングはどんなところにリソースがあるのか、これは高性能なコンピューター、つまりマイニングマシンと大量の電力を必要とするんですよ。そういったリソースが必要なんですよ。複雑な計算問題を解くことによって新しいブロックを生成するためにここまでの資源が必要だってことなんですよね。はい、次ノードです。これはマイニングほど強力なマシンはいらないんですけども、ネットワーク全体からのデータを受信して保存する必要があるんですよ。ある程度のストレージ容量とネットワーク帯の、まあ、その領域が必要ということになりますね。頭痛いですね。安心してください。3つ目、そろそろ話は終わります。報酬の違いがありますね。ノードとマイニング、報酬も違います。マイニングは新しいブロックを生成すると、その報酬として仮想通貨を獲得できるってことになります。まあ、しかしですね、ネットワークの難易度が上昇するにつれて報酬を得るための競争も激しくなってきますよっていうふうな注意点もここでは覚えておかないといけないですよね。それからノードに対してですけども、一部のブロックチェーンではノードを運営することでネットワークの維持に貢献した対価として報酬が支払われる場合があるんですよね。これがマスターノードなどってことになります。しかしノードはマイニングほどの高額な報酬は期待できないということになります。大きく違いますね。はい、ということでね、基礎用語今回も解説させていただきましたね。マイニング、ノード、これについてだいぶ頭が柔らかくなって入ってきたんじゃないかなと思います。で、この知識をもとにちょっと下の方にね、私の LINE グループではないんですけども、まあこんな LINE グループでさらなる情報を取ってみたらどうですかっていうものがありますんで、そこにご登録いただいてね、たまに流れてくる動画をまあ音声として耳で聞いていただくのはいいんじゃないかなと思います。そこで出てきた難しい概念などありましたら、私の方がまた解説しますので、メールで、ご希望をねお寄せいただければと思います。はい、それでは20分ほどお話しましたので、今回の講義も以上で終わりにしようかと思います。次回はね、トランザクションについてお話しましょう。トランザクションとあと何がいいですかね。トランザクションぐらいでいいですか。はい、トランザクションについてお話しますんで、第5話お楽しみに。
ー。